青い海と緑の森に囲まれた魅力あふれる町、福岡県糸島市。都心に近く、自然豊かな環境は暮らしやすいと多くの人が移住先に選ぶなど、年々人気が高まっています。そして糸島市を選ぶもう一つの理由が、子育て教育環境の良さです。現在糸島市では、未来を生きる子どもたちに必要な力を育む特徴ある教育が行われています。皆さんこんにちは。僕は糸島市に住む運動大好き小学5年生の伊藤くん。私は糸島市に住む歴史大好き小学5年生のしまちゃん。今日は僕としまちゃんで糸島の教育を紹介します。ちょっと伊藤くん、忘れてない？そうそう、紹介する VTR の中では糸島市のイメージキャラクター伊藤くんも一緒に登場するよ。よろしくね、伊藤くん。現在糸島市では教育文化先進都市糸島の創造、21世紀を担う時代の変化に対応できる人づくりを教育の基本目標に掲げ、糸島市立の小中学校では様々な取り組みを行っているんだよ。糸島の教育の特徴は大きく分けて5つあって、糸島市ではそれを5つのモードと呼んでいます。というわけで、これからその5つを紹介します。モード1は、次世代に必要となる英語教育や ICT 教育などの充実です。英語教育や ICT 教育、なんだか難しそうだな。英語教育や ICT 教育は、グローバル社会で活躍できる21世紀型の学力を身につけてもらうためには、これから必要となってくるプログラムなんだよ。糸島市では、英語教育とICT 教育の充実に力を入れています。糸島市の小中学校では、英語の授業だけでなく、他教科や校内放送でも英語を話すイングリッシュデーを設け、生徒間で積極的に英語でコミュニケーションを取る機会を作っています。シマレディオ。What did you listen to, Daichi? I watched YouTube live. また、小学校では外国人講師とのオンライン英会話も実施しています。さらに、中学校英語スピーチコンテストや小学校英語暗唱チャレンジなども開催。モード3でも紹介するイングリッシュキャンプを加えて、子どもたちにより英語を学ぶ意欲を持ってもらおうと、発表の場を積極的に作っています。2020年に必修となったプログラミング教育、糸島市ではプログラミングや ICT 教育に積極的に取り組んでいます。ロボットを使ったプログラミング授業を行うなど、パソコン入力だけでなく体験も一緒になった学習で、子どもたちに楽しくプログラミングを学んでもらっています。さらに、糸島市の小中学校の全児童生徒に1人1台タブレット端末を配布。一人一人に応じた個別学習やグループでの共同学習に活用、子どもたちの学習意欲や学力の向上に役立てています。国語や算数、数学、そして音楽など幅広い教科でタブレット端末を効果的に使い、授業への関心、理解を高めています。そして、子どもたちが自ら自分たちの生活を問い直す場として、中学生子どもサミットを開催。近年は各学校の生徒会役員が話し合ってSNS などに関するルール作りを行っています。学校の中にスマートフォンなどの不要物を持ち込むっていうことで話し合いになることが最近何度かありました。
地域保護者の参画共同による学校教育の充実です。地域の参画共同といったらコミュニティスクールのことかな。コミュニティスクールは学校と保護者や地域の皆さんが共に知恵を出し合い、一緒に共同しながら子どもたちの豊かな成長を支え、地域に根ざした学校づくりを進め、地域と共にある学校づくりを目指しているんだよ。へえ、地域と一緒に学校を作るんだね。どんな活動をしているか早速見てみましょう。例えば福吉小学校では3年生の総合的な学習の時間に地域の伝統芸能福井神楽を取り入れ、地元の保存会のメンバーがゲストティーチャーとして子どもたちに神楽の歴史や舞などを教えています。また長糸小学校では児童と地域の人が参加する地域合同運動会を開催。みんなで運動したり踊ったりして交流を深めています。地域の人が積極的に関わることで楽しく安心に過ごせる学校づくりを実現できています。そして糸島市の小中学校では児童・生徒らが地域づくりのお手伝いを行っています。例えば福吉小学校と中学校では地域にある公園や海岸の清掃活動、さらに引津小学校では地域の民生委員・児童委員らと一緒にゴキブリ団子を作り、校区内に住む一人暮らしの高齢者を訪ね手渡しします。また子どもたちが地域と一緒になって防犯・防災にも取り組んでいます。水風小学校では地域の人と一緒にハザードマップを作成、そして糸島市内のほとんどの小中学校では地域の人が登下校を見守っていて、地域と学校が協力して安全・安心な街づくりを目指しています。モード3は小中連携や地域の教育力を生かした教育の充実です。どんな取り組みなんだろう、気になるな。大学が身近にある町糸島市では九州大学など地域の教育資源を生かした取り組みを行っています。糸島市教育委員会は九州大学の教育学部と2010年に連携協定を結び、毎年九州大学糸キャンパスで中学生を対象とした課外学習糸塾を実施しています。また九州大学だけでなく西南学院大学とも連携、西南学院大学のキャンパスで糸島市の中学生を対象にイングリッシュキャンプを実施しています。留学生との交流の中で異文化を身近に感じながら英語を使う良い機会となっています。地域にある大学を生かした教育、これが糸島の教育の強みなんだ。それだけじゃないんだよ。学力向上のためにもう一つ行っているのが小中連携です。小中連携？小中連携とは小中学校が互いに情報交換、交流することで子どもたちが新しい環境に円滑に移行ができるよう取り組みを行っています。糸島市では中学生が母校の小学校を訪問したり、小学生に学習支援をしたりするなど交流の機会を数多く設けています。さらに中学校の教員が小学生に授業を行うアプローチレッスンも実施。また糸島市内の中学校では1年生を対象に中学校勉強合宿も行い、子どもたちが環境や学習の変化にスムーズに対応できるようにしています。モード4は
糸島の伝統や歴史、文化、産業を生かした教育の充実です。え、学校の授業で糸島について学ぶの？糸島市の小中学校では糸島学というテキストを配布し、糸島の歴史をはじめ自然や産業など糸島の魅力を学ぶ授業を年間カリキュラムの中に入れています。これは糸島のことがどんどん好きになるね。そうだね。糸島市では実際に見たり体験したりする授業も定期的に実施しています。市内に残る遺跡や古墳を見学し、糸島の歴史について学ぶ授業や、糸島で古くから行われてきた米作りを体験する授業、新鮮で美味しい魚が水揚げされる漁港を見学し漁業を学ぶ夜摘み朝市見学を実施している学校もあります。九州大学水素エネルギー施設の見学など糸島市の自然・産業を体験する場も設けています。そして福吉小学校・福吉中学校では地域の伝統芸能である福井神楽を保存会のメンバーに教えてもらい、伝統を次の世代に受け継ぐ活動にも参加しています。さらに糸島市内の小学校に糸島方言カルタを配布、糸島市の方言や魅力を楽しく学んでもらっています。ふとかねえ、ふたみがうらの大しめ縄。うん、これは楽しく糸島について学べるね。また糸島の文化、芸術を推進する取り組みの一つとして毎年11月には糸島市の全小学校が参加する糸島市小学校音楽会を開催。文化活動の発表の場だけでなく、他の小学校との交流の場としても活用しています。モード5は人権意識や自立心を育む教育の充実です。子どもたちによりたくましく、より豊かに育ってもらうため、学校と地域が一緒になってさまざまな活動をしているんだよ。どんな活動をしているんだろう。糸島市では全ての人の人権が尊重され、安心して生活できる社会を実現するために人権に関する教育の充実を図っています。全ての小中学校では障害者差別や性差別、インターネット上にある人権課題など様々なテーマを取り上げて定期的に人権に関する授業を行っています。さらに豊かな心を育むため校区行事として中学生が母校である小学校を訪問し、校門で一緒に挨拶するなど様々な活動をしています。小中学生が自分で作った弁当を持参する弁当の日は、家族に対する感謝の気持ちや食への関心を高めてもらおうと定期的に実施しています。また自主性を育むため将来の夢や目標を明確にしてもらおうと2分の1成人式や立志式も開催。他にも乳児と触れ合う体験を通して命の尊さや親の役割を考える中学生赤ちゃん触れ合い体験も行っています。そして校区全体で行う校区一斉避難訓練、地域の防災力を高めることに加え協力することや人を思いやる心を育てます。皆さん、糸島の教育の特徴分かりましたか？5つのモード、それぞれ特徴があったね。今回ご紹介したのはほんの一部です。まだまだ取り組んでいることはたくさんあります。そして糸島の教育を作るのは市民全員です。もっと糸島の教育をより良くしていきましょう。よし、僕も頑張るぞ。それではまたお会いしましょう。
さようなら。